ここに参加者の中で最年少で世界的なバイオリンコンクールに参加した日本人の少女がいます。恥ずかしそうに舞台に入ってくる彼女がしばらくしてこの大会会場を完全に揺るがしてしまいました。果たしてどんなことがあったのか皆さんで見てみましょう。Thank you.
скрипачке. 12-12-12-36 максимальный балл. 歳は一番若くても完璧な演奏で審査員の絶賛を受けたこの少女は吉村ひまり。8歳で世界的なコンクールで優勝した天才日本人少女です。天才少女のバイオリンにみんなが感動し、このような盛大な拍手を送りました。彼女の話はここで終わりではありません。これからこの少女がどんな舞台で人々を驚かせるのか、多くの期待を抱きながら今日はここで終わります。皆さんごきげんよう。